あとは今のランキングとか、いろいろ入れました今回ね。AI が優勝予想したのは10人。こちらの選手です。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりです。優勝するチャンスですよ。 はい。アメリカ女子ツアーの第19戦になります。デイナオープン。初日の組み合わせと AI の優勝予想。行ってみたいと思いますいや。優勝のチャンスなんですよ。なぜかというと。っていうのは、ちょっと後にしましょう。あの、組み合わせまず紹介しますね。はい。こちらです。最初に出るのは吉田優里ちゃんですね。時差がね、13時間なので、これだと20時。 53分スタートになりますよね。ワウワウの方も、石井忍プロが解説で、20時50分ライブが配信されます。スタートします。なので、まあ今日、夕方からちょっとね、あの、ソワソワしてしまうかもしれないですけどね。はい。で、その次がしぶこちゃんですよ。レクシートンプソンと一緒になりましたね。また、あのレクシーと今年限りのレクシーと一緒になりました。また、 また何か見せてくれるんじゃないかなと。スコアがいい悪いとかそういった問題じゃなくてね。ギャラリーを沸かせる時にきっちり沸かせてくれるというのが、やっぱりレクシーとしぶこちゃんちょっと似てる部分があるのでね。こういったところがちょっと見てると楽しみかなと思いますね。午前午後、ちょっとあの、スタートが分かれましたのでね。 ワウワウの方は、吉田ゆりちゃん、渋野ひな子選手、そして、かっちゃんですね。勝みなみちゃんを映してくれるようです。まあ、スタートホールが違うのでね。吉田ゆりちゃんは10番。渋子ちゃんは1番。勝みなみちゃん10番。というふうに。まあ、スタートが違うので、まあ、カメラの切り替わりがどういうふうになるのかっていうのが、ちょっと、あの、見てみないとわからないかなと。勝みなみちゃんは一番最後ですね午後あ。午前スタートの最後。 まあ、最後っていうか、あの、一番最後ではないですけど、日本人は最、最後ですね。まあ、この3人が映し出されるわけですけども、5号スタートとしては、2人とも一番スタートの最後、まおちゃんと西村ゆなちゃんが続きます。で、まあ、ユーヘランとか、モリアジタヌカンとか、ジャスミンスワンナプラ、この辺がちょっと注目かなと思って一つ入れておきましたけれども、 なんで優勝のチャンスかっていうと、やっぱりね、あれなんですよ。まあ、フランスでメジャー大会エビアンがありました。その翌週ですので、やっぱりみんな疲れ果てちゃってね、フランスからアメリカに渡ってきましたし、スキップする選手多いんですよね。あの、スキップ、スキップ、ランランランのあのスキップじゃないですよ、もちろんね。あの、欠場する選手が多いってことです。はい。 試合を飛ばすということでね、スキップする選手が多いわけなんですよ。で、CME ランキングの最上位は誰かというと、この一番最後に書いておいたユーヘランなんです。韓国ユーヘランがランキング9位選手なんですけども、この選手が最高位です。その次が10位のマヤ・スタークなんですね。その次が25位、サラ・シュメルツル。その次が26位、チェ・ヘジンちゃんですね。 チェヘジンかわいいよね <laughs>。で、その次が28位、しぶこちゃんなんですよ。日本人ランキング最上位がしぶこちゃんなんですよ。ね。上いないんですよ。チャンスでしょ。そりゃチャンスだよね。この5人が最上位なんですよ、ランキングの。そりゃ、もう、勝って、 おかしくないっていう感じになるでしょう。なのでね、今日夜からね、ちょっとね、ワウワウね、ぜひ見て、確認してみてください。もしかしたら、ちょっと、あの、調べてないですけども、また、初日だけはね、無料で見れるっていうことをやってくれるかもしれないのでね、20時50分、まあ、約9時からね。 まあ、9時だとね、吉田ゆりちゃん最初から見れませんから、一番最初の方ね、いろいろな情報を言ってくれたりするので、最初から見た方がいいかなと思います。でも、まあ、あのー、追っかけ配信とか、そういうふうにできますのでね、あの、戻したりとかできますから、例えば、9時半からになっちゃっても、見る時間がね、9時半からになっちゃっても、だけど、まあ、戻して最初から見たりっていうのも、ワウワンの放送できますからね。なので、まあ、こういうのを利用して、 まあ、ライブで見ないと、もう、戻してみたりできないとか、そういったことないのでね。まあ、ネット配信で、あの、申し込んで見るっていうことができれる、できる方はね、そういうふうに見られ、見られます。なのでね、ちょっとね、多くの方に見てほしいなと思うわけですよ。で吉田ゆりちゃんもね、あの、8月1日からスタートする、ポートランドクラシックで2回目のリシャッフルが始まります。始まりますというか、 ポートランドクラシックが終わったら、あの、リシャッフルが開始されます。リシャッフルが行われます。なので、ここまでね、デイナーオープン、で、来週は CPKC っていう試合があります。で、ポートランドクラシック。まあ、欠場する選手、あの、オリンピックとかもあるのでね、結構欠場する選手も多くて、吉田ゆりちゃん出,る出られる可能性高いので、そういった試合に出てね、 なんとか上位目指してね、頑張ってほしいなと。もう一試合でドーンと順位を上げて決めちゃうっていうことも考えられますのでね、ぜひお願いしたいなと思いますね。みんなガ谷選手と一緒になりましたけどね、みんなガ谷選手日本語できないのでね、ご両親日本人ですけどもね、日本、あの、アメリカでお寿司屋さんやってるご両親日本人ですけど、日本語ができないということですから、日本語でちょっと喋るっていうのはないかもしれないけども、 まあでもなんか、あの、英語で会話したりするのかなわかんないですけどね。吉田ゆるちゃんパターン変えましたね。オデッセイのジラフビームっていう、あの、今まだ日本のみだっていうふうにこう記事に載ってましたけど、このパターンでね、もう上位目指してほしいなと思います。はい。で、あともう一人ね、日本人出るんですよ。野村春京選手。これ書いてないでしょ。 あの、見つけるの大変でしたね。名前変えちゃったんですよね。しかも韓国籍に変わっちゃったんです。日本じゃないんですよ、今。野村春京選手ね、アルファベットで春ムーンって、あの、月のムーンですね。春、野村春、春野村だったんだけど、春ムーンっていう名前に変わっちゃったんですよ。で、韓国籍になっちゃいました。まあ、いつ変えたのか知らないですけどね。なので、 ちょっと、あの、野村春京選手をお伝えするのは、あの、今後、あの、どうなのかなと思いますね。はい。見つけられない可能性が多い。<laughs> 日本の国旗がないからね。日本の国旗だけ探して、あ、今回は5人か、みたいな感じでね、喋るんですけど。ちょっと見つけられなかった。いろんな記事探して、え、野村春京出るんだ、みたいな感じで。さっき気づきましたけどね。はい。で、AI の優勝予想行ってみましょう。 AI の優勝予想、10人挙げてくださいと。あのー、出場選手と、あとは今のランキングとか、いろいろ入れました、今回ね。いろいろ入れて、AI が優勝予想したのは10人。こちらの選手です。はい。レクシーが一番上に来ましたね。レクシー・トンプソン。で、しぶこちゃんとかっちゃんがその次に来ましたね。 これ、あの、AI の優勝予想を、AI が表示した順番通りに、あの、表示しました。で、カルロタ・シガンダ、で、マヤ・スターク、ギャビー・ロペス、ジャスミン・スワン・ナプラ、マリナ・アレックスレン、リンジー・ウィーバー・ライト、エスター・ヘンゼ・ライト。こういう選手が、まあ、10人上げ,げてきましたけどね、AI は。で、私の優勝予想を言ってみましょう。 私はね、まあ、ずるいと言われそうだから、今回は、あの、日本人選手全員とか、あの、やめときました。あの、日本の国内ツアーの方はね、あの、北海道勢全員っていうふうにね、ちょっと予想してしまったので、それだとちょっとずるいんじゃないと、あの、まあ、AI みたいに10人はあげないけれども、ちょっと少なめにね、ちょっと予想してみました。先週エッティあげたからね、当たったしね。 で、今回、私が優勝予想したのはこちらですね。はい。日本人全員と言いたいんだけど、まずしぶこちゃんと。で、かっちゃんもあげときたかったけど、スタッツ的にどうしても、最後、まおちゃんは外せないということであげときましたね。で、かわいい、チェヘジンと。そして、手強い、リングランと。で、ちょっと波に乗ったら怖い、マヤ・スタークと。このマヤ・スタークってね、 ちょっとね、イライラしたらもうダメなんですよ。で、切れないでね、調子がある程度持続できて、あの、切れなければ、あの、いい選手なんですよね。なので、上げときました。そして、なんか、時にこう、ビッグスコア出したりするグレースキム。まあ、先週も上げときましたけどね。まあ、決勝ラウンドには残ったでしょう。グレースキムね。なので、この6人としておきましょう。 ねえ、まあ、十人も上げあのね、ね出場人数はあまり変わんないけれども、あの、優勝予想ね、あの、十人上げてってなると、ちょっとね、あれなので、まあ、この、ね、中に、まあ、日本人選手全員上げればね、ねあと、あの、三人プラスになりますけれどもね。なので、まあ、この六人一応上げておきましょう。ということで、まあ、今晩、ちょっと楽しみなのでね、あの、仕事の方も、 なんとか間に合うと思うのでね。まだワウワウ加入してない方は、あの、アカウントだけ作ってね。まあ、いつでも、あの、クレジットの登録だけすれば入れるみたいな感じにしとけば、ま、あこの、ね、あの、なんていうの日本人選手が上位に来た時、ちょっと加入しようかなんていう準備も、イライラしなくてね、済みますので、アカウントだけ作っておくのをおすすめします。ということでね。 ちょっとね、これから会社ならね、行ってきたいと思いますね。はい。皆さんも、あの、行ってらっしゃいませ。このチャンネルでは、こうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、 試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。